インゴルフをご視聴の皆さん、はじめまして、ミッキーです。キクルミッキーと申します。今回は店長のクルミッキーさんに来てもらいました。店長。店長、なんか一日店長やってた。あ、やってました。ひぼんやりやってたじゃないですか。そうそうそう、アナウンスしてましたよね。してました、アナウンスやってました、ね、声が小さいみたいな。もともと前職で空港で働いてたんですよ。でそこでアナウンスをすごいしてたんですけど、なんか久しぶりにあのアナウンスでちょっと緊張しちゃったんですけど、あ、支配人の方にあのちょっともうちょっと声を聞くみたいな結構慌てた感じでした。あ、でもすごいなんか丁寧でいい感じのトーンでしたよ。なんか本当アナウンスっていう感じだった。ありがとうございます。今日はご出演いただきまして。ありがとうございます。はい。まあ、これからあの今日はあの千葉県にありますアクアラインゴルフクラブを9ホールラウンドしてもらおうと思ってます。はい。でクルミッキーさんはちょっと事前に調べましたら、ゴルフ女子ヒロインバトル、はい、4回も優勝してるっていう。はい。平均スコアってデリスティからだとどのくらいなんですか？平均スコアだと85、6ぐらいで。なるほど、はい、わかりました。ですね、ゲームを用意してまして、はい、お、あ、何、はい、みんなに言ってるんですけど、はい、ビンゴではないんです。はい、ビンゴっぽいんですけど、25マス中20マスクリアしていただきますと、ちょっと後ろにちらっと見てほしいんですけど、はい、天ギフをプレゼントしてます。はい、3000円分いいんですか？はい、もうもらってってください。はい、20個ですよね。20個です。え、でも意外、あ、難しい、なんか微妙。そう、結構いい感じで作っちゃって、ちょっとあの今現在まだ誰も達成してなくてですね。お友達、仲のいい若菜ちゃん、はい、結構、はい、1人目ですごい前線してくれた感じなんですけど、まあ、そんな感じで、まあ、この企画、うん、毎週金土日にやってまして、はい、いろいろなこうインスタグラム中心で活躍されてるゴルフ女子の方にご出演いただいている企画なので、はい、視聴者の皆さんに楽しんでいただこうと思ってます。はい、早速アウトコース、はい、行ってみたいと思います。はい、お願いします。お願いします。シャンク出ないように頑張らないと。どうですか、取っちゃった。今シャンク出るんですか？シャンク出ちゃうんですよ。ああ、シャンク出たらその日はもうシャンクしか出なくなっちゃうんで、シャンク出たらもう笑ってください。はい、お着。どういっす。いきなりパー5。昨日107だったんですよ。107だったんで、今日はいいんじゃないかなって。確かに、さすがに2日連続はっていうね、そんな避けたいですね。では、お願いします。お願いします。うん、いいんじゃないですか。ほっとしてます、ほっとしてます。クルミッキーさんはなんか僕のイメージはなんか突如現れた感じがするんですよね。あ、本当ですか？はい、突如現れた。突如僕のタイムラインに現れました。何なんだろうこの子はと思って、ちょっと今日はいろいろ聞きたいなって思ってます。はい。しっかりやりますね。260、まだ。うまっ。飛んでないんですよ。いや、そんなことないと思います。それが、そんな飛んでないの。しっかり高さが出て出ましたね、うん、よかった。レディースティーとレギュラーティー、うん、あんまり。ミッキーが大好きだからクルミッキーなんですよね。そうなんですよ。クルミっていう名前で、はい、ミッキー好きでくっつけてくるんです。進んでます、うん、なんかもう物心ついた時からミッキーが好きで、うん、なんか両親がすごいディズニーが好きでよく連れてってくれてたんですよ。あ、はい。もともと出身は大阪なんですけど、はい、大阪に行った時から年パス持ってディズニーランドに行ったんですよ。おー、でも
とかわかんないです。なんかずっと好きです。まあ、ちっちゃい頃から一緒にいるみたいなイメージ。あ、今急にシャンクっていう文字が出てきちゃった。出てきちゃったんですか。ちょっと忘れよう。シャンクなんてしない。靴下もミッキーさん。靴下もミッキー。かわいい。ミッキーないと不安になっちゃう。うん、でも乗ってるでしょ。え、乗ってる、乗ってる、うん、乗ってる、うん、はい、ラボです。まあ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 、1ホール目はちょっと撮影の流れと、はい、そのゲームのことを学習するホールです、はい、ない3パット。あー、そっか、1ですね。2、3、はい、おめでとうございます。あ、やったー、よかったちょっとその流れで、はい、ちょっと自己紹介しましょうよ。はい、ちょっとあの自己紹介ポイント3つ、はい、お願いします。はい、くるみっきーです。ミッキーが大好きです。あとラーメンも大好きです。本当に一人でラーメン行くぐらい大好きです。それと3つ目は、特技が視力が 2.0 あるんですよ。ほほ。なので、あの人のボールをすごいすぐ見つけられるっていうのが得意です。すごい、 2.0。 めちゃくちゃ、あのいつも視力検査で一番下までやばだからこう飛んでったボールとかは結構見るようにしてって、なんかみんなやっぱ OB だって言って諦めちゃうんですけど、いやあるよって言って、あの見つけたりするのが得意です。なので私と回ったらボールはなくしません。すごい。え、ラーメンは何系が好きなんですか？私結構こってり。おお。家系です。おお。なんかちょっと親近感ありますね。はい。家系大好きです。なかなかでも投稿にラーメンとかしてくんないですもんね。なんかラーメン投稿とかしてくんないですもんね。ラーメンとかでも結構あのフォロワーさんからラーメンいつですかって DM くれる。どういうこと？ラーメンいつですか？ラーメン投稿いつですか？あ、ラーメン投稿もあります。私ラーメンをひたすら食べるっていう投稿が 2、3 個。あ、そうなんだ。あ、リサーチ不足全然へえ。普段なら100だったら9番なんですけど、結構グリーンの奥なんで手前に落としてもいいのかなって、こぼれてアプローチするなら、なので P でいきます。どっちなんだろう。距離めっちゃいいです。作戦通り、作戦通り、うん、距離はいい。乗ってると思いたい。あ、でもカラーで止まってるかな。じゃあ行ってみますか。はい、はい、乗ってる。あ、乗ってない。あ、乗ってない。あー、いやー、なんならずギリギリ乗ってないですね。ボール、ボール1、2個分ぐらい。うん。はい、ボギーです。ちょっとやっちゃいましたね。ゴルフをやられたきっかけって何なんですか？きっかけですか？動
級生でグーケンっていう、あっヒグケン YouTube やってるヒグケン、はいはい、ヒグケンがプロテストに合格して TGA ので、それでお祝いしてみんなで集まって、同級生、中学の同級生みんなで集まって、でそこでなんかみんなやっぱやりたいよねって、ゴルフやりたいよね、やりたいねってなって、でもやっぱきっかけが分かんなかったりとか、ゴルフクラブ何買ったりかも分かんなかったりとかした時に、ヒグケンがじゃあ俺教えるからみんなでやろうよって言って、10人以上で一気に始めたんですよ。すごっ。だから部活みたいに始まって、でそれでヒグケンに教えてもらいながらみんなでこう上達していくっていう。え、ヒグケンさんってだって有名じゃないですか、 YouTube で。 その時はまだやってなかった。 YouTube もやってなくて、インスタもやってなくて、そのコロナ禍で結構なんか暇もともとヒグケンはそういうのやりたかった、うんうん、でそれで結構ゴルフよく行ったりしてたから、しててこう動画撮りながらやってたら、え、面白いかもね、 YouTube やろっかみたいな感じで初めて。でも結局っていうか、まあレッスン動画がメインの動画チャンネルなんですけど、うん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 、でもサブチャンネルとかもあって、そこはちょっと面白く、普段レッスンとは違うようなチャンネルもやってるみたいな。じゃあそのコロナ禍のタイミングでヒグケンさんも YouTube 始めて、くるみっきーさんもインスタ始めたの。そうなんですよ。おお、あ、だから突然出てきたイメージなんだ。わかりました、ありがとうございます。あ、そういう感じだったんですね。そうですね、部活みたいに始まったから、コンペとかも本当に同じレベルで始まってるんで、なんかもうめちゃくちゃみんないい戦いをするんですよ。シンプリっていうよりかはもう本当にベストスコアのベスグロの大会みたいな感じでした。へえ。325、長いですよね。はい、全体的に、はい、さっきちょっとヤード確認したんですけど、うん、ちょっと長いですね。長めです。ドライバーであの旗まで狙いに行きます。はい、うん、ちょっと左行ったけど、でも残ってますよ。リンゴルフの視聴者さんは男性が多いですか？はい、男性が多いです。皆さんスコアどれぐらいですか？アベレージどれぐらいの方が見てるんですか？コメントちょっとそこまでは分かんなかったです。アベレージ教えてください、はい、なんか昔からあるチャンネルなので、はい、みんなやっぱ見てると7年経てば上手くなるじゃないですか。なんかみんな上手い人が見てるんだろうなっていう認識が。ああ、確かに。あ、そう、でも僕は7年前よりちょっと上手くなりました。そうですよね、成長してるから。ちょっとコメントでベストスコアを教えてください、はい。え、クルミッキーさんはちなみにベストスコアは？ベストスコアはレディースからで77でした。おほほ、ちょっと今日のあれは、そう信じられないかもしれないんですけど、77です。白は？白は88です。で、143ヤードです。43、すごい谷。あ、これは難しいですね。難しいです。落ちてもいいように、あのフェアウェイ花道の方左狙いで、はい、行きます。方向大丈夫かな、これで。あ、でもそれはね、向きすぎ、向きすぎっす、ね、本当は。なんか左に来そうじゃないですか、傾斜で、はい、うん、おお。おー、飛びすぎ飛びすぎ。ありがとうございます、構成。はい、もうちょっとヒグケンさんに褒められるかな。いや、いい感じでした。ナイスジャッジって見てくれるかな。すごい、ありがとうございます。あ、このくぼみの中かな。ラフがちょっとネバネバしてそうですね。見えます見えます。
まあいいと思いますよ。うん、これは難しいっすよ。うん、いい。ナイスパーボギーです。あれ失礼しました。あ、ボギー。3ホール終わってミッションゲームはちょこちょこ空いてます。はい、はい、4つ。いいやつじゃないんですよね。何するいいやつ。ミスのあやつだから、いいパーとかバーディーとかチップインとかそういうのでちょっと開けたい。そう開けたいです。そう、ちょっとあの今のところ、うん、まだちょっと誰も達成されてなくてですね、もうぜひとも、あのこのまま行くとお前あげる気ねえだろみたいなやつになっちゃう。ちょっと頑張ってちょっと帽子をきつく締めようかな。